長崎白山神社は、岐阜県郡上市白鳥町長崎に鎮座する神社である。日本各地に分布する白山神社の中心的な神社の一つであり、白山信仰と関わりが深い。白山信仰の未納国側の中心である。明治維新以前は、白山中宮の町滝寺と称したが、明治時代の神仏分離により、長崎白山神社と潮流寺に分離された。 神仏分離後も、長崎白山神社と長崎寺は、同一境内にあり、参道も同じである。社号は、白山町滝神社と呼ぶ場合もある。宗教法人としての登録名は、白山神社。旧社格は、賢社。伝承によれば、養老元年、白山中宮の町滝寺として大長が創建したと、される。同六年には、同時にて、 岩礁天皇の病気平与を祈願して貢献があったことから、岩礁自作の十一面観音、聖観音、阿弥陀如来の本寺物を安置し、白山本寺中宮の町滝寺に改称したという。天朝五年にはそれまでの法奨集から、天台寺院へ改修。同九年には、白山三馬場の一つになる。馬場とは、全浄道の起点のことであり、白山三馬場とは、 美ノ国の白山中宮の長滝寺、加賀国の白山寺白山本宮、越前国の平泉寺白山神社である。平安時代の長滝寺は、白山三所、若宮社、大高堂、主郎、御間堂、神楽殿、三重堂、北家堂、薬師堂など30以上の道が立ち、六国六院360房を有していたという。文永八年には火災により、 半数の建物を消失。昭和三年には、本殿が再建された。宝徳二年には、比叡山延暦寺斎藤院南を一切、共造院の末寺となる。江戸時代には、白山霊場の管理をめぐり、美濃馬場の白山本寺中宮の町滝寺、香賀馬場の白山寺白山本宮、越前馬場の平泉寺との論争が起きる。日本全国の白山神社の半数以上が、 白山本寺中宮の町滝寺系統の白山神社であったという。慶応四年、神仏分離令により、長滝白山神社と潮流寺に分離した。白山本寺中宮の町滝寺の建物のうち、白山三社、拝殿は長滝白山神社となり、大光堂、薬師堂、弁天堂、首老、京像などは長滝寺となる。明治三十二年に、 火災で社殿を消失し、現在の建物は、大正時代の再建である。重要文化財国灯籠天居、2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館による。重要無形民族文化財岐阜県、指定重要文化財岐阜県指定天然記念物。ありがとうございます。